こんにちは、スペインでサッカー選手してます石田仁です。練習の方には向かいますという感じです。で、まあね、彼女が月曜日の夜から月、まあ、明日の、朝までですか、こっちの、サンタンデルの方に来てくれているという感じにはなります。まあ、昨日は、サンドーニャっていうところに、港町ですね、まあ、基本的にカンタブリアは海もあって山もあってという感じなんですけど、私、まあ、楽しかったなという感じです。帰りのね、バスのとこでちょっとね、漁師町っていう感じなのかな、だからまあ、そういうところで市場があるから、まあ、市場で働いてた人たちがこう帰るねタイミングと重なった時に匂いがね若干ね気になったんだよね、あの魚の匂いで。実際僕も 2,3 年前に夏日本行った時に知り合いがマグロ屋さんで働いてて、そこの、社長さんで、で、まあ、実際に僕もちょっと働かされて、朝の時に働かせてもらった時あったんだけど、その匂いを思い出しました。まさにその匂いがバスを充満させてたという感じで、昨日はね本当に朝から晩までという感じで、まあ久しぶりにねやっぱ会えたし、毎日会えてるわけじゃないから、今日に関しては朝一緒にさっきお昼ご飯も食べて、でこれから僕は、練習の方に向かうという感じです。どんなもの食べたかっていうのをここにパパパンと今ね出そうかなとは思います。バルっていうか、まあ、ちょっとしたレストランなんだけどね、めちゃめちゃでかいよ。ロケッタってコロッケみたいなのが、まあ、有名ではあるんだよね、スペイン料理として。めちゃめちゃでかいから、ね、それに、ハンバーガーも食べて、肉もあってベーコンもあってみたいな感じで、まあ、美味しいんだけどね。で、上に乗ってるこのパンの部分も、あのバーガーのパンとかじゃなくて、もう本当にパンだったりとかして、いろいろジャンルがあるんだけど、美味しいのよ、でかいし。で、まあそれもね、でまたそれもチープなんだよね。マドリードで食べたらこれ多分10いっちゃうよねみたいな感じだけど、まあ、そこは 6.5 ユーロだったりしてるから、お手軽なとこだなとやっぱ思いました。私やっぱ田舎だとやっぱ食べるものも美味しいし、値段もその分ね落ちてるし、嬉しいことですねそれは。まずもお腹を満たされて、まあ、メンタルのところもねしっかりと、昨日は彼女自身ね、時間を過ごすことができたので、楽しむことができました。まあ、これから僕は練習ありますので、しっかり練習切り替えて、週末のね、試合のためにねいい準備したいと思います。しっかりと全力出し切ってプレーすることが大事だと思いますので、まあ、練習からやっていきたいと思います。まあ、そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。ではまた。こんにちは、セレナアカデミー代表の石田仁です。スペインカンタブリア地方で、プロサッカー選手として活動しております。このセレナアカデミーは町田発、本物を手に入れるためのサッカースクールです。選手のやる気スイッチオン保証します。スペインで現役プロサッカー選手の僕が直接指導します。ヨーロッパの本場でプレーするからこそ分かるノウハウを全力で伝えていきます。グランドトレーニングとオンライントレーニング、グランドでやったものをオンライントレーニングで振り返る最高の環境を整備しています。会場はデルビアブスタルパーク。お待ちしてます。